ワンワンプロジェクトにこう参加をされようと思った理由を教ええてもらえますか、はいえー、ハワイで作られている素晴らしい商品を観光客の皆さんに知ってもらうためにはまずその中でハワイ放置ハワイヘラルドの読者はほぼ100%ローカルの人でありますのでその中でこのプロジェクトの商品を提供したい人を探すお手伝いをし,いをしたいと思いました。 ワンワンワンプロジェクトはハワイにとってどんな影響があると思いますか？はい。えっとハワイは観光客が最近増えてきて景気がいいと思っている人が大半だと思うんですが、ハワイの製造業の景気はそれほど良くない実情があります。またワンワンワンハワイプロジェクトで対象となる商品を売っている人たちは、えー、いい商品なのに売る方法がわからない方たちがほとんどです。 でそのブランディング化をして観光客の方たちに販売するということはその商品を販売している方が潤うだけではなくて外からのお金で中が潤うという内需拡大が見込めるので個別の企業だけではなくてもハワイにとっても素晴らしいプロジェクトだと思っています、えー、では、ワンワンプロジェクトに参加されてこう周りの方々からの反響とか反応はいかがですか。はい えと商品化された商品をお土産で日本に持って帰って渡すととっても喜ばれます、えー、その人たちもハワイに来た時はまたぜひ購入したいというふうに言ってますまたハワイに住んでらっしゃる日本人の方々にえワンワンワンハワイの商品を紹介すると次日本に帰るときにお土産として買っていきたいというふうに言われますでは今後ワンワンワンプロジェクトにどのような形で関わっていかれたいと思ってますかはい ハワイホーハワイヘラルドは数少ないローカル向けの媒体としてワンワンワンハワイプロジェクトに関わらさせていただいてます商品の告知はもちろんのこと商品提供者の発掘を行ってワンワンワンハワイプロジェクトへの貢献ができればいいなと思っています